ました。本日の第2試合、高田高校対女子大附属の試合、まもなく開始でございます。まず守ります女子大附属のピッチャーはサンタ君、キャッチャー内田君、ファースト小林君、セカンド榊君、サード石田君、ショート伊藤君、レフト藤吉君、センター青木君、ライト木本君。なお審判は球審南谷、塁審は一塁小目田、二塁花崎、三塁萩原。以上4試合で行います。1回表、高田高校の攻撃は1番サード小内君、サード小内君、吉田君。